どうもこんにちは。地図アプリを作るの続きを決めていこうと思います。今日は前回の続きで Excel のパースの作業をやっていこうと思います。で、前回までで地点のねポイントの一覧が取れたんですけど、このポイントと川の対応付けができてなくて、それを作りたいというところですね。まずこの綾瀬川だったら、これは平成7年関係ないんだけど、一番最後の年のとこしか見てないから、これは1対1なんだけど、こっちか、こっちだと隅田川3地点、新川西川はあ、これ1地点か、神田川も3地点なんで、隅田川3地点っていうのが取りたいという感じですね。ただ、隅田川にこう紐づいて3地点というよりは、これが隅田川でこれも隅田川でこれも隅田川っていうのが取りたいんで、取れればいいはずなので、とりあえずのところは、なのでちょっとやり方を変えていきたいと思います。で、このリバーを取るっていうのは、まあ、いらないっちゃいらなくなるので、こうします。で、ここでもう、セルレフを、B と C で取る、B セルと C セルということにしようか。 B セル C セルを取って、B セルがマップじゃなくて、B セルと C セルでしょ。で、 B セルが空の場合があるんで、空の場合は直前のバリッドな値を使えばいいということを実現したいんで、ここがリデュースになりますと。で、リデュースにしてプレビアスの値と今の値というのが取れるんで、こうしますと。で、プレビアスの値に対してどうしようか。プレビアスの値に対してアペンドをしていくと。で、リバーがなんちゃら、ポイントがまあなんちゃらというような感じでアペンドして P を返すというような形に最終したいということですね。で、ポイントは簡単で、シートの、どういうんだっけ、シートの C セル、C セルの V を取ってあげれば、これがポイントの名前になるんで、これで大丈夫ですと。問題はリバーですね。リバーは、シートの B セルの V を取ればいいんですけど、このシート B セルは空の場合があるんで、ちょっとここで工夫しますと。シート B セル V っていうのをここでも渡してあげる。はい。と、ここがこうなって P とラストリバーという形で最後のリバーが取れる。で、ラストリバーはラストリバーを、ラストリバーがこうかな。はい。これが空だったらラストリバー入れろと。っていうことをここでやると。合ってると思うんだけどな。はい。はいと。はい。そうすると、ここがバリッドだったら、これになる。あ、これだとダメか。これがあれば、これってことか。これだと、エクセプションになっちゃうから。はい。で、なきゃ、前に一番最新に取った、ヌルじゃないやつっていうのが取ると。で、こいつを使うと。で、これをリバーとして渡してあげていくということをすれば、空だったらそのまま前のリバーが入るはずなんで、これでポイントが埋まるんじゃないかなと思われる。はい。ダメだった。63 is not iterable。なんじゃこりゃ。34行目。プレビアスで C ってなんだこれ。 C はこれか。
おおおおおおお。あれ。リターンで P を返して、あ、と待ってよ。これが、このフィルターはいらなくなるから、これはマップか。一旦これでいいか。リデュースを、わかんなくなってきたな。わかんなくなってきたんで、ここで一旦、まあ、ログを出してみるか。C を出しつつ、B セル出せば大丈夫か。B セルとリバーを出してみるか。はい。これで、やると、リデュースの前に括弧が1個多いぞ。リデュース、括弧、あ、この書き方がダメって言ってる？ああ、そうか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 。ここに何も入れてなかったからか。こうで、ぬるを入れてあげると。はい、初期値設定し忘れてました。OK。じゃあ多分これで大丈夫で、P にアペンドができないよというのは、これはこうですね。はい、配列でした。はい。そうすると、P にアペンドができない。P is not a function。P は、あれ P ってなんだこれ。P はここにあるから、からが入るはずなんだけど、アペンドじゃない、プッシュだ。間違えた。Python じゃねえよ。はい、OK。で、こうすると、隅田川のなんとかかんとか3つ、新川岸川でこれで、神田川が3つで、大丈夫ですね。取れてそうなんで、これで大丈夫そうですと。そしたら、最後に、ここで、ここで0番目というのを取ればいいと。0番目がこれで、片側って一番最後のやつが文字で入っちゃってるんで、これやらないやつなんで。はい。で、これで、はいと。これで取れましたと。そしたら、ポインツ、まあ、ここでまた別にするか。ポインツを、マップ、マップするんだが、そっか、これはちょっと足りなかった。C がいるね。カラムがないと、後でどうしようもなくなっちゃうんで、C を入れておきます。はい。待って。コンソールのポイントマップはいらないから。はい、これで、はい、カラムが入るんで、ここのカラムを見て、あとデータを追加していくという感じですね。データを追加していくんで、どこだ。ここから下ですね。4から下をずっと見てって、あるところまでで、丸がついてるところをピックアップしていく形ですね。はい。で、これは、ポイントです。ポイントマップ。をします。で、 P が取れますと。はいと。で、 P のカラムが取れる。で、カラムが取れたら、これをまたレンジで回します。で、ベースカラムじゃなくて、これが R が今度は、RC が、C がこの P のカラムで、レンジ、ちょっと待って。レンジね、レンジの書き方ですと。
レンジの書き方です。レンジはこれ4でいいか、4から始まって R の E の R か、はい、縦方向に4行目から見ていくよという感じですね。この4は、C、D か。D 列。あ、D 列じゃねえよ。関係ねえわ。あれ ?R、ロー、B、C とか書いてるけど違うな、これな。あ、1、2、3だもんね。これ関係ねえわ。A、B、C 関係なかった。ぬぬぬぬ。これが1行目ですね。だから書かなくていいか。1行目、2行目、3行目がこれで、ここが3から始まるってことかね。3。で、最後の行まで見ますよと。で、こいつをマップして、これがローになると。ローになったら、エクセルセルで、とりあえずセルを取ります。で、C は P のカラムです。で、R が R になるんで、こうですね。うん。あ、これが、C ね。うん、でこれでセルが取れる、セルレフが取れるんで、シートのセルを取るといいと。でこれはないことはないはずなんで V でやると、そうするとコンソールログの P で出しつつ、コンソールリターンでこうか、一旦これでコンストデータとするか、はい、これでバババッとねいろいろ出ると思うんで、シートセル V がない時があるんだなほうね。なんで、ああ空だとないってことか。シートセルがあればシートセルの V、 そうじゃなければまあヌルを返すということにすればいいかな。はい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 、まあこんな感じになりますね。それぞれのポイントに対して4行目から4行目から一番最後までのデータ、792もあんの？そんなないだろう。そんなないと思うんだけど、まあ、取れますということですね。ああ、そうかそうかそうか。それぞれのデータに対して、レンジってそんなでかくないよね。はい。そしたら、この前に、魚種を取るか。ディクショナリーを作りますと。レンジの3のこれで、ちょっと一旦これをコメントアウトして、レンジの3のこれで、まあ、この辺をやると。で、取る場所が、1、2、3行目、C 列ですね。0、1、2、これが2で、これが C 列ですね。C 列の R のところを取ると、値が取れるんで、ディクトを取るとこうなりますよと。はいはいはい。で、これでコンソールログすると、ディクショナリーが取れますと。はい。ああ、ずっとヌルが続いてんだね。
OKOK。まあ、ぬるが続いてる分にはしょうがないから、E の R、R、しょうがないね。なんでこんなにあるんだ。まあまあ、いいでしょう。はい。で、これで、1番目がこれで、2番目がこれって感じで取れるんで、さっき作った、さっきやってたこのデータに対して、レンジマップで、ね、どうしようか。レンジマップで、初データというのを、これでやればいいか。はい。これでデータがありますよとなったら、リクトをかまして、R じゃないんだよな。R-3 でいいんだけど、をしてあげると、データが取れるはずなんで、これでいいかな。レンジマップ、フィルターで、データがあるものだけ、つうことにすると、はずデータ。こうかな。これでデータがあるとこだけ、この辞書を取ってきて、実際の魚名にして返してるので、これでいいはずなんだけど、さあどうだ。あ、できたできた。はい、こんな感じです。よしと。そしたら、あとは、このデータを P にくっつける。P のデータに対して、データをぶち込んであげて、マップだからリターン P しなきゃダメかな。はい。で、そうすると、コンストで全体のデータっていうのがこれで取れて、コンソールログで、データが取れるはずですと。はい。はい、こんな感じで取れましたね。はい。片側だけちょっと確認しようか。この城、マルタ、なんとかかんとか族、ガンティン、石、庄司っていうのがいるはずなんで、利根川だっけ、これ。利根だっけ。あらだね。片側最後です。7行目が、この城。で、次にいるのがこれ。23行目がマルタ。マルタ。マルタだね。で、なんとか木っていうのがあって、あ、これじゃないや。こっちか。探すの大変だな。はい。で、これ。これが、はい、なんとか木。なんとか族か。で、その下がこれで、この下もいたね。ガテン衣装寺、石幼児、ボラ。ガテン衣装寺、ボラ。大丈夫そうですね。取れてますと。で、これが一件のデータなんで、この、川名とポイント名から、位置情報を取ってきて、ここからもいらないんだけど、で、データとしてこれがいますよっていうのを実際に登録するというような形でやっていきたいんで、次回はこの位置情報をね、なんとか取ってくるというのをやってみたいと思います。はい。このデータはどうしようかな。このデータはファイルに書き出すとか、後でやります。まあ、これ、とりあえずね、位置情報を取んなきゃいけないんで、まだこれ、中途半端なデータなんで、この後位置情報を取るというのをやっていこうと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。